というわけで、こうして我が陣営は悪逆なるセイバーを倒し、ローマの領域を平定、千年平安京を中心とした新たなる帝国がここに樹立したのです。セラフには平穏がもたらされました。レガリア所有者同士の激突という月の混乱は見事終結いたしました。 AI NPC の皆さんも喜んでいます。そりゃそうです、戦乱も混乱も終わったのです。そして今日、千年平安京には花が咲くのです。それはこのようにして咲き誇る桜の花。いいえ、桜の花だけではなく、ご主人様とその最愛のサーヴァントによるピンク色の愛の花が咲き誇る。咲き誇るはずでしたのに、どうして、どうしてあなたがいるんですか。私のマイルームで私のご主人様に私がやるべきピンク色の愛のあれをどうして。ライダーさん、これはどういうことなのかご説明してください。それからなぜ、何故にセイバー陣営を退けた直後に倒したはずのアーチャーやらアサシンやらが私に襲いかかって、私を殺傷石ネオで封印なんかしちゃうのです。ライダーさん、我が軍一番槍のあなたが。これは本意でもなければ反乱でもない。私の目的は当初からセラフの安定ただ一つ。そのために陣営へと参加したのです。暴虐の女王として振る舞い続けるあなたの陣営に。当然私の忠誠はあなたにはありません。最初からずっと。そんな、同じ絶世の美女で日陰者でサブのヒロインとして絶対に気が合うはずなのに。属性が似ているのは同意しますが、そういうところで致命的に話が合わないと思いますよ、キャスター。そしてこれは当初の予定通りです。陣営所属のサーヴァントとして動きながら戦乱の終結に合わせてあなたを倒す。そのための手駒については知っての通り、あなたの指示を受けての戦いの中でサーヴァントミキを密かに味方につけました。こうもうまく運ぶとは。それからキャスターのマスターであるからにはろくな人間ではあるまいと思っていましたが、予想以上の人物でした。キャスターとは話が合いませんが趣味は合うようです。あなたは良識があり勇気があり、再起は控えめですが将来性がある。予想以上でしたので、ええ、この平穏、私と共にたっぷり味わいましょう。このヘビ、ヘビ女、まさかこのタマモがヘビに遅れ踊ろうとは。しかもご主人様までどこかに駆けようとなんて許されません、許されませんよ。あなた、どいて、ご主人様の顎食いしないで。ああ、残念です。セイバーから奪ったレガリアについてはキャスターのレガリアの中和に用いる必然から、レガリアの機能を用いて契約を私へと切り替えることまでは叶いません。ひどい、こんなのひどいです。せっかくタマモが待ったのに。これじゃあヘビのもとい狐の生殺し、代わってその
のポジションは私のものなんですから。少しかわいそうですが、陽子としての毒気が抜けきるまではああしておくしかありません。さすがに契約を奪うのは至難の業ですが、ご安心を。あなたがそうしている間、良妻役は私に任せておいていただければ。さあ何なりと私にお申し付けください。あなたが望むことでしたら、すべて私が叶えてあげましょう。なんですかこのお家。